BGM も何もなしいつもの音がないからオープニングがね、なかなかこれ本来だったら音もあったんですか。あったんだ、あったんだね、一応ね本来ならね。さあ、そして、はい、ちょっと申し訳ございません、本日も20分も、開始時間が落ちてしまいまして、しかもなおかつ、フレッシュ TV ではなくて、はい、今、Facebook でライブ配信をしているということですね、はい、YouTube のアーカイブはアーカイブでまた別で残せるということなんですけども、はい、ちょっといろいろね、機材トラブル等がありまして遅れてしまいまして申し訳ございませんでした。失礼しました。さあ、そして、まあ、もう始めましょうね。はい、はい、さあこんにちは。12月16日日曜日、時刻は13時を回りました。東北ワクワク情報局の始まりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして MC を務めますは私、宮城県多賀城市出身ピン芸人の赤いんちょくです。よろしくお願いします。まただよ、また今回もこれ、宮城県多賀城市出身、宮城県多賀城市出身って2回繰り返してるよ。台本ね、なかなか。なんでうちのディレクターは俺の出身地をさ、こう覚えてくれないというかさ、ね、何回もね、覚えさせるためにこう何回も言わせてさ、何回もね、覚えてほしいんですけどね、はい、そして、はい、どうぞ。はい、私、岩手県広野町出身のリップがお届けします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。20分遅れでスタートしたんですけども、この番組では皆様からのメッセージを受け付けております。最近ね、開設しましたこちらの Twitter と LINE アカウント、はい、ぜひフォローしていただいて、皆さんつぶやき、感想、コメントなどいただいております。よろしくお願いします。どうしたんですか、リップさん。この20分間で喉ちぎったんですか。よくぞいじっていただきました。すいませんね、あの岩手にね、私狩猟の免許取って初めて狩りに行こうと思って行ったんですよ、はい、そしたら暴発して流れ玉食らったわけじゃなくてですね、ただマイナス5度で4日間歩き続けてたら、はい、5時間、1日5時間、それもう声だけ枯れちゃって、もう熱も何もないんですよ。風邪ではないんですね。風邪ではないと思うんですけども、おそらくもう喉だけ持っていかれてしまいまして、今待ってる最中です。待ってる最中。まだ私の声は岩手にあります。戻ってくるの。はい、今多分仙台あたりにいると思うんですけど、だんだんこう。そっか、はやぶさだったら早かったんですけど ね、 ちょっとね、はい、遅いやつで来ちゃったんですね。そうなんですよ。なるほど、今日は気をつけてくださいね。はい、すいません、お聞き苦しいです。はいはいはい、はい。さあこの番組フレッシュ TV では配信してないんで、今日はな。そうなんです。Facebook のライブ配信のみとなっておりますのでね、はい、まあ、YouTube では、ね、アーカイブの方を残しますので、そちらの方もよろしくお願いいたします、はい、さあこの番組は東北6県の人を紹介する60分トーク生番組でございます、はい、さあ今回はですね、まあ、見ていただいて分かるようにスタジオから飛び出しまして、飛び出しました。ちょっとね、違うところから配信しておりますから。そうなんです。それなのにこう状況が変わってるというのにも、うん、その他にも説明しなきゃいけないことがいっぱいあって、いっぱいある。巻きでいきましょう。もうね、はい、もうめんどくさい状況になっておりますけど、はい、今回はなんとですね、うん、赤坂にあります東北酒場トレジオンポートさんから生中継でお送りしております。はい、さあこの、なんでここでやってるかと言いますと、このあとですね14時からですね、はい、東北ラバーズフェス2018、うん、3年目の大宴会というですね、まあ東北を愛する人たち、東北出身者たちが、東北のものを食べて飲んで、はい、語り合おうというですね、この東北ラバーズフェスの2018、3年目という3回目 の、 このイベントの準備中に、そうなんです。今曲がりしまして、場所をお借りしまして、はいはい、毎年やってるということでね、そうそう、今回で3回目ということで、もう大宴会ですよ、はい、時間も長いですね、はい、はい、さあというわけで、うん、そんな中で来ていただいてるゲストの方々ということでですね、はい、じゃあ、早速軽くご紹介いたしましょうか、はい、東北ラバーズフェス3年目の大宴会の、イベント主催をされてます、はい、みくるべさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。そしてこちら会場のオーナーであります吉田さんです。どうぞよろしくお願いいたしま す。さあ前半はこのお二人を交えてちょっとお話をね、していきましょう、はい、ということで、じゃあ、はい、軽くじゃあこちらマイクの方で自己紹介をまた改めましてよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、今ご紹介いただきました東北ラバーズフェスを主催しております、はい、みくるべと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。こう見えてトレジオン社長です。吉田圭です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃんと見えてますね。ちゃんと見えてる。あ、よかった。こういうちょっと今ヒールのプロレスラーいますよね。そう、真壁さんです。あ、そうそう、真壁さんじゃないな。あ、違う。この人誰だっけ。この人誰も知らねえよ。誰も知ってる。プロレス内藤。内藤、内藤、内藤さん。たぶんそれじゃないかな。この前なんかね、プロフェッショナルかなんか出た気がするんだよな。になんか似てるなぁ。ありがとうございます。
まあ、この辺のものをねぶっ壊さないでいただければなと思います。自分のお店なんで、はい、吉田さんは大丈夫。はい、早速ですがこちらのですね、はいはい、トレジアンポートのご紹介をしていただきたいんですけども、吉田さんの方から。はいはい、はいはい、この東北酒場トレジアンポートはですね、なしで大丈夫です。東北酒場トレジオンポートは、トレジオンの、3店舗目の店舗になりまして、はい、はい、で、トレジオンは5年前に東京赤坂に、はい、もうこの近くでやってるんですけど、はい、オープンして、今年の6月ですね、ここが、オープンしました、はい、で、まあ、トレジオンはどんなとこかというと、東北の食材をたくさん使って、お酒もいっぱいありますし、東北6県の魅力がいっぱい伝わる、はい、お店となっております。はい、吉田さん自体は東北のゆかりは、縁もゆかりもなかったんですけども、あらら、はい、はい、東日本大震災を機に、はい、岩手の遠野市ですね、遠野市に、あ、遠野、はい、遠野市に NPO 法人の職員として、 あ、そうなんですね、はい、僕の妻が今遠野で、あら、あら、はい、あらら、遠野出身で、あらら、あら、で今あのちょっと里帰り出産で、あらららららら、え、で遠野は病院が、遠野病院あれなくなっちゃったじゃないですか。あ、遠野病院3階がないんですよ。そうそうそう、花巻まで行かないと、うん、うちは盛岡まで、盛岡まで、盛岡で産んで今で、ね、戻ってきて、なるほど、実家で産んで、だから本当は僕こんな仕事したくないんですよ、うん、そう、本当になんでここにいるんですか、徳さん。いいじゃないの、生後2週間の娘に会いたいんですよ、私は。まあね、生まれたてですから、この期間の、ね、2週間大事なんですよね。まあね、まあでもきちんと仕事はしますからね。はい、ね、はい、ゆかりがある遠野に、はい、遠野に3年ほど、あの、NPO 法人の職員で勤めて、で東京戻ってきて、僕は出身東京なんで、はい、戻ってきて、お店を出したっていう、はい、やっぱ、はい、まあ、支援じゃなくてこうビジネスでちゃんと東北を応援しようと思ってですね、うん、なるほど、はい、東北は金が稼げるぞと、そうですね、金の匂いを違いますよ、もうあのもうヒーヒーってやってますから、もう、はい、ありがとうございます。はい、そして、ね、以前も出ていただきましたミクレベさんが、はい、この東北ラバーズフェスというものを主催されているということで、はい、じゃあ、もうさっきねちょっと軽く説明はしましたけども、ミクレベさんの方からまたラバーズフェスについてちょっとご説明を、ね、はい、はい、ありがとうございます。2015年から始まっているプロジェクトで、まあ、社会人有志で、まあ、東北に、まあ、これから再び関わる人を増やしていきたいねっていう、はい、まあ、東北のファンを作る、今でいうとこの関係人口を増やしていこうみたいな、はい、そういった活動をしていて、で年に1回この東北ラバーズフェスというのをやっていて、今年が3年目になります。はい、それで、去年はあの東京とか京都とかいろんな会場であの計7回やったんですけど、はい、今日は、まあ、3年目という1個節目もあるので、これまで参加してくれた関係者の方とか、まあ、今年から参加する人も含めて、まあ、みんなでこう縁を結べるような、はい、まあ、宴であり、うん、縁を結ぶという縁でもあり、うん、っていうので大宴会っていう名前を、はい、3年目の大宴会っていうのをつけました。こう縁をこう結び直したりとか、はい、あの結構大事なタイミングかなと思っていて、うん、結構その東北に関わる活動してる人が横同士まだつながってないなって思いがずっとやっぱりあって、うん、例えば同じ地域に関わってる活動してるんだけど知り合いじゃないみたいな、うん、そこがつながるともっとあの活動自体が広がっていったりとか、あのインパクトも大きくないんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、そういう思いをつけて3年目の大宴会とつけました。はい、まあ、正味ね、東北ワクワク情報局はプライベートのつながり全くないですから、うん、仲悪いんですもんね。仲悪いね、やっぱ打ち合わせの時もなんでかギスギスね、ギスギス感じてました、それは。チョさんがボンゲ入ってるだけです。そんなことない、そんなことない。俺さっきディレクターに好きって何回言ったと思ったの。そしたら気持ち悪いって言ったんですよ、あのディレクターは。今ライブ配信撮ってるあいつだよ。お互いね、お互い正直な気持ちでしょう、本当にね、まったく。その3年目の大宴会の感じも、その縁が、あのゆかりの方の縁なんですね。そうですね、普通はその宴の方だと思うんですけど、やっぱり縁って、その、まあ、宴の意味もあるんですよ。みんなで東北の美味しいものを食べて飲んでも語り合おうよっていうのはあるんですけど、まあ、それを通じてやっぱり縁を結びたいなっていうところで名前を変えてみました。うん、なるほど、名前というか感じですね。いいですね、はい、大宴会この縁ね、はい、あの、うん、まあ、私事になっちゃいますけど、うん、娘につける予定だったんですよ。うん、縁っていう名前を。本当に、はい、一文字で。一文字で縁ちゃん。おお。にしようかなって最終候補まで残った名前。ああ、そうですか。はい。で、かみさんに結婚申し込みに行く時にも、うん、あのどこだっけな。あれは一ノ倉かな、日本酒の一ノ倉の縁っていうお酒を持って行って、この番組では確かね飲んだことあったと思ったんだけど、じゃあもうすごい結びつきが、なんかね意外とねあるもんですね、そういったものがね。すごいすごい。このトレジオンポートさんでやるのは
初めてなんですか？はい、トレジョンポート自体はまだオープンした半年ぐらいですね。そうですね、本当初めて で、ね、で去年あのトレジョン本店で2回かな、岩手と福島の本店の方でやってる、うん、会でやらせていただいたりとかっていうことはありますね。じゃあもうここはもう結構密な関係というかですね、はい、濃密な関係ですね。濃密です、はい、どういう今回濃密です一言改まって言われるとね、そう改まって言うとこじゃない。で今回こう、はい、2時から14時からね、はい、もうすぐですね、夜の22時までの結構長丁場なんですけど、すごいロングラン、だらだらと大人も飲むと体力勝負そうそう体力勝負。これ入場無料というのは、はい、まあ、入っていただくのは無料で、うん、でその後の飲食代は別々という形なんですよね、はい、そうですね、キャションでキャションなんですね、はい、今回そうですね、キャションというかその、まあ、番号札付けさせてもらって、そのテーブルごとのお会計、あその、はい、なんだろう、その最後に、うん、お帰りの際に会計という形ですか、はいね、みんなで、はい、その通りです。じゃあ、 入場とか退出も全然自由で、うん、はい、自由で大丈夫です。じゃあちょっと食べるときに、まあ、チャージをちょっといただくことぐらいですかね、はい、そしてこのイベントでお出しするという、はい、ちょっとね、まあ、番組から提供というか、そう、一応この番組からのがあるということで、うん、目の前にちょっとご用意がありまして、はいはい、ドーナツとコーヒーを、そうそうそう、これね、グラスなんですけど、ホットコーヒーが入っておりまして、これがこの番組からのやつですね、ちょっとじゃあこれお借りします。ブースで販売いただくってことですね。このコーヒーがね、ちょっと面白いんですけどね、はい、いろいろこうね、まあ、パックでね、はい、カップオンコーヒーっていうのを販売、いっぱい160円で販売してるみたいなんですけど、うん、なんかね、いろいろコンセプトがあって、はい、今僕が入ってるのが、うん、漁師の目覚めブレンド、苦味酸味香りコクの絶妙なバランス、朝早い漁師の一日はこのブレンドから、もう海の漁師さんってことですね。そう、海の漁師さん、うん、海にちなんだ。でこっちにあるのが、はい、母港、あの港の方ね、母の母港、あ、海の男たちをまろやかに包み込む母の母なる港の優しさを表現した。すごいですね。まあね、一個一個違う。これを読むだけで、あ、うん、こんな味なんだろうなっていうのが想像つきますね。ね、どう包み込んだろうみたいなね。母なる港の優しさ。そうそうそう。で、私のもちょっと違って、私はリアス式海岸というものを選んだんですけども、私もね、岩手の広野町なので、海と共に生きる気仙沼の気持ちをリアス式海岸に投影した深入りのストロングブレンドです。へー、やっぱりなんだろう、磯の香りとかするんですかね。昆布だしとか入ってるね。せっかくなのでじゃあいただきたいと思います。僕はね、漁師の目覚め一応ちょっといただきたい、漁師の目覚めすごいね。うんうん、あっ、私これ好きなやつだ、よかった。これね、うん、1時から配信の予定だったでしょ、はい、うんうん、10、うん、なんか12時55分ぐらいから入れられてたやつだから、もうぬるくてぬるくて、人肌人肌人肌おいしい。あのね、私のリアス式海岸は酸味が少なめの、うん、苦味強めの美味しい深入りです。ストロング僕のはすごい絶妙ないい、うん、いい塩梅のバランスなんです。バランスがいいやつ、うん、美味しいよ、うん、漁師はこういうの飲んでるんですね。確かに朝とかいいかもしれないですね。漁師が飲んでるわけじゃないですよ、多分ね。いや、漁師飲んでないですか？あのね、飲んでほしい。広めましょうよ、私たちが。そっか、漁師はこれ飲んでくださいね。そう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 。あとね、ドーナツ。はいはい。そちらにプレーンがご用意がございますが。焼きドーナツということですね。そう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 、揚げじゃなくて焼きドーナツ。せっかくなんで。プレーンが200円で、その他に、チョコチップ、抹茶チョコ。はい、があるそうです。こちらは220円で販売する予定でございます。じゃあせっかくなので僕じゃあ、はい、ぜひぜひ食べてみてください。あ、すごいしっとりしてる。で、焼きだから、うん、カリッとじゃなくてもう焼き菓子。あ、のどうしっとり。カステラみたいな感じ。ああ、そうだろうね、多分ね。ちょっとちょっと食べやすい。ありがとうございます。ね、うんうん、水分全部持ってかれる。でも見た目しっとり。見た目しっとりな感じで、でもね、なんかドーナツを食べてるっていうよりも、うん、本当になんだろう、カステラとかパンケーキみたいな感じがして、うん、ちょっと良かったですね、うん、コーヒーに合うから。おいおいおい、あ、どうぞ続けてください。仕事じゃ私がこっちはこっちやってるから、はい、そう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 。でこういうのも、販売してるということで、まあ、お酒ね、はい、飲み疲れたらね、うんうん、ちょっとこういうので一息ついてもね、はい、いいかもしれませんね。一休憩していただいてということで、じゃせっかくなんで、うん、このラバーズフェスで提供されているものっていうのをちょっとね、はい、ご紹介いただければと思うんですけども、はい、はい、今日いろんなコンテンツがあるんですけれど、はいはい、特に日本酒にすごい力を入れていて、東北の、はい、前酒蔵を回った立川哲之さんという方に、うん、
20種類厳選していただいて、はい、東北ロッケの日本酒をご用意をしています、はい、およそ10種を仕入れてますので、はい、みんなでこれを完飲したいなというふうに思ってます。最低でもじゃあ10杯1人10杯そうですね1人10杯飲み比べていただいて、ね、本当にたくさん飲んでもらいたいなと思います、はいはい、あとはですねこれ販売になるんですけれど、福島県の喜多方出身の山田美希さんという方が笑い結びという、まあ、会社をやっていて、そうなんです、笑顔をですね、うんうん、笑うという字でね、その喜多方のお米を使ったおむすびの販売をしてくださって、笑い結びっていうのはおむすびの結びなんですね。そうですね、笑い結びっていう会社名というかプロジェクトというかやってらして、はい、でその東北の具材をいろいろ使った、しかもお酒に合うおむすびを作ってきてくれるということで、はい、今必死に多分結んでると思いますけれ ど、 なるほど、そういう販売もありますね。いいす、はい、あと食ではないんですけれど、5時半ぐらいから、福島県の白河出身の書家根本美希さんによる書道のワークショップというか、はい、好きな言葉文字をその場で書いてくださるっていう色紙に、これまあ1000円になるんですけれど、すごくいい貴重な機会だと思いますので、うん、娘さんの名前とね、そう本当に名名そうそうそう、あ、いいね、うん、すごいと、それはちょっとお願いしたい、うん、本当に飾りますよね、はい、ぜひね、お店に飾ってもらいたいですね。お店に、何ですか娘の名前どの娘なのか分からないけど、ね、誰の娘なの、はい、はい、本当は今日しか食べられないメニューなんかもたくさんあるんですけれど、はい、まあ、東北ラバーズフェスのフェイスブックページ のメニューから見ていただけると一番いいかなと思います。なるほど、ラバーズフェスでフェイスブックで調べればメニューページが出てきます、ね、そうですね、はい、たくさんありますのでよろしくお願いします。はい、はい、普段から出されてる、このお店で出されてるようなものっていうのもちょっとは出たりするんですか。はい、まあ、牡蠣とか、うん、はいはい、あ、ホタテは今日は特別メニューのありますけど、うんうん、牡蠣はいっぱい仕入れてますし、うん、いいですね、銀王サーモン、うんうんうん、何サーモン、銀王サーモン、宮城の女川と、そう、シルバー、最近テレビでも結構話題になっている、銀王サーモンっていうのの盛り、うん、合わせとか、あと東北ロッケンプレートっていう、この東北酒場トレジオンポートの看板メニューで、東北ロッケンの形をしたプレートに宅建のこうおつまみというか前菜のようなものを盛り合わせた、いや、それめちゃめちゃいい、考えたのは僕です。そうです、社長です。初めて特注のこのプレートまで作ってそうそうですよね、このロッケンのいろんなメニューが入ってますから、考えたのは社長、僕です。全てそうです。お金を払うのはお客様です。同様です、はい、発案ですよね。せっかくだからちょっとそのプレートだけでも見たいな。ロッケンプレートちょうだい。プレートお願いします。お皿だけで、お皿だけでいいですよ、お皿だけでいいよ。せっかくなんでね、プレートと同じ形の、はい、はい、テーブルもメインのホールにあったりするので、ね、置き間違いできないですよね、それね。ちょっとね、それ間違えたらやばいですね。、はい、右左間違えたら初心者の人に多分すぐ突っ込まれてしまうと思います。じゃあお店の大きいホールには、うん、その6件を形取ったテーブルまであるんです、うん、あ、それも特注で、はい、じゃあ宅建の気を使ってデザインしたのは僕です。もう全部それ、やっぱり全部それ、そうです、うん、宅建のテーブルだったら、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。木なんだ、素敵、いいな、ちょっと汚れてます。ちょっと汚れてたとか、ね、岩手が汚れてますけど、このやつ岩手、すごいすごい、嬉しい、なんかこれ一般的に販売してもなんか売れそうな気がする、ね、販売したいんで、でもこれ1枚6000円もするんですよ。作るのに、ちょっと今価格を、いや、そうです、だから価格を今下げてちょっと量販できるように今ちょっと計画中なんですけど、そうですよね、お待ちください。ちょっと2000円ぐらいまで下げなきゃなっていう、来たから高くなっちゃうのかもしれないですよ、なんか皮肌とかに入れるか、ちょっとロットも少なかったんで、まあそのお値段ですけど、はい、そっかそっか。じゃあ普段はこの6件プレートっていうのは、まあまあまあとどんなものが、もう青森だったらこう黒ニンニクを使ったカナッペとか、岩手、ね、短角牛のローストビーフ、ローストビーフ、うわー最高、いぶりがっこ、クリームチーズ、おつまみ、宮城がずんだを使った、カズノコあえみたいなのとか、ずんだのカズノコ、山形はさくらんぼの、なんでしょう、燻製を使ったスモッチっていう、さくらんぼの燻製、さくらんぼの木を使ったその燻製、卵を燻製したスモッチっていう有名なね、そういうのとか、福島は桃のピクルス、うん、はいはい、はい、それ面白いですよ、珍しい、珍しい、うん、もうとりあえずお客様来たら大体これを頼んでいただいて、うん、まず6軒をこう食べていただくっていう、なるほどね、そっから始まるわけですね、はい、そうなんです、うん、で
我々は、ね、自分が好きなものね、あ、うん、ここの県が美味しかったなと思ったらそこ食べたりね、はい、いいですね。ちょっとぜひとも食べてみたいですね、うん、そういったもね、そういう食べ方もできる、はい、ぜひとも、まだまだちょっとどうしましょう、この後はもう引き続きお話はちょっとお伺いするかもしれないので、はい、一旦じゃあここでちょっと中継がつながってるということで、はい、お電話してみましょうか、はい、今度は秋田県です。はい、さあ三種の時間といいまして、はい、この番組は、秋田県の三種町のご提供でお送りしてますので、はい、ちょっと そこからお話を聞いてみましょう、はい、もしもーし、もしもし、あ、そちら三種町の湯沢 D でしょうか、はい、そうです、はい、湯沢 D でございます。はい、さあ今回は、はい、はい、今日はですね、三種町から何をお伝えていただけるんでしょうか。松安寺っていう、松安寺、はい、三種町にあるお寺からお伝えしております。はいはい、お寺、はい、おなぜお寺から、はい、それでいよいよ出家しようと違いますよ今日はですね、はい、このお寺の副住職の渡辺栄信さんにちょっと出ていただくことになっているので、おお、はい、渡辺栄信さん栄信さんです。今いらっしゃいますか。はい、簡単にちょっとじゃあ自己紹介を栄信さんお願いします。お願いします。はい、松安寺の副住職の渡辺栄信です。こんにちは、よろしくお願いいたします。こちら東北ワクワク情報局です。三種町のお寺の副住職やりながら、はい、ミュージシャンやってます。ミュージシャン、とんだ生草じゃないですか大丈夫ですか。急に飛びますね。はい、お坊さんをされてミュージシャンもやってるってことなんですか。そうですね。それはなんか木魚とかそういうもので木魚の音使うこともありますね、あるんだ、いいんだ。基本的には、歌ったりギター弾いたりパーカッションやったり、はい、やっております。あ、お声もね、いい声されてますので ね、ありがとうございます。はい、どういう音楽活動されてるんですか。歌ってるバンドがあるんですけど、はい、これエイシン&ザ・メディテーショナリーズと言いまして、全然仏教の横文字横文字で、はい、仏教レゲエバンドなんですよ。お、仏教レゲエバンド、はい、レゲエバンド、まあ、仏教の教えをレゲエに乗せて歌っていこうっていう、そういうバンドです。はい、手元にですね、栄信さんのプロフィールをいただいてるんですけども、はい、はい、東京学芸大学出身ということで、そちらではラテン音楽サークルに所属されてたということなんですよね。はい、はい、そのラテン系の一環でまたそのレゲエの方向に行ったと。そうですね、はい、大学の時にそのサンバのサークルに入ってまして。なるほど、はい、それでブラジルのパーカッションずっと叩いてたんですけど、はい、まあ、その流れでそのラテン音楽が好きになって、で、はい、その流れでレゲエにも出会って、はい、はい、それはやっぱり、え、あれですか、お寺暮らしだったからその仏教の抑圧みたいなのがあって、はい、急に解放されたみたいな。ああ、まあ都会に出る前はやっぱりそういう抑圧というか、お寺が否定はしないんだ。あるんだ。なるほど、なるほど。バビロンだったので。はい、いいですね。はい、へぇ、ちょっと今、はい、楽曲もあるということなので、はい、はい、ちょっとこちらで聞きながらお話を少し、お、はい、いいですね。はい、せますか。放送には乗っかってる形なんですね。はい、今流しながら、流しながらという感じですね。エイシさんはそのアーティスト活動は今はもう秋田県内で行っているということですか。そうですね、まあ、県外に出ることもあるんですけど、基本的には、はい、県内のライブとか、はい、ワークショップとか、はい、講演したりもしてますね。そうですか。バンドの編成も教えていただいてよろしいですか。はい、あ、気になる、うん、あ、編成、僕ギターボーカルで、はい、ベース、ドラム、はい、キーボード、うん、トランペットとフルートの6人ですね。あ、管楽器も入るんですね。和楽器は一つもないんですね。和楽器がない和楽器ないですね。
もしじゃあそこに木魚が入るとしたらやっぱりドラムに振らかすんですね。そうなのかな。そうですね、叩くとしては自分僕が叩くんじゃないですかね。なるほど。歌いながらやるのか。いいですね。でどうなんですか、そのなんだろう、法事とかでそういうのも求められたりするんですか。ああでも結構そのメディアに出てるのでみんなそのやってることは分かってる、檀家さんも分かってるんですよ、うん、結構、うん、でまあでもそれはもう法事はトラディショナルにやりますけど、ね、法事はトラディショナルに、やっぱりそこも横文字なんですね。一生聞かない組み合わせだよ、トラディショナルな法事。なるほど、はい、はい、あの攻めはそこは別にいらないですからね。そっかそっか。まあまあ伝統も重んじつつ、ね、自らのねそういった活動もされてるということで、はい、で、あの先月からかな、一応あのこの番組で見た目の CM を流してるということなんですけども、はいはい、そちらの方にも、出演されてるということで、はいはいはい、ちょっとあの今回 CM の前の、中継というかつなぎなので、まだ見ていただいてないんですけども、皆さんにはこれから見ていただきます、はい、あのまあ、僕らはね見た側としてはあの、なんだこの坊主はと、ね、思ったことがあったんですよ。シーンが説明もなく出てくるのでちょっとびっくりしたんですよねと思って、なんかねタンバリンみたいなのを叩きながらやってらっしゃるお坊さんがいたのが、それは A 神さんということなんですね、うん、あそうですはい、はい、どうですかその CM に出てみての感想といいますか、うん、いやまあ、 あの一瞬の出来事だったのでいやこちら側としても一瞬のすごいインパクトでしたけどなんか全然キャラも定まってなかったのでどうしようかなと思ったんですけど、キャラとか気にしなくてもいいね、もう、はい、どうでしょうその、うん、CM に出てなんか周りの反響とか、はい、あれに出てですか、はい、ちょっと周りで 見た人の話聞いたことなくて、あ広めましょう、じゃあそれも、うん、広めていきましょう、広めるか止めるかどっちか、止めるかね、はい、A 氏さんの来年の活動とかもこれからどうしていきたいみたいなビジョンなんてあるんですか？そうですね、まああの呼んでいただけるところがあればどこでもライブに行きますし、はい、まあ、今年あの秋田の生ハゲとレゲエ音楽がユネスコ登録ということで、はい、ついに自分の時代が来たなっていう気持ちがある。あのね、日本では、はい、その生ハゲとかそういう仮面をかぶった伝統芸能みたいなのがユネスコになったけど、はい、レゲエもなったんですか？そうですね。あ、じゃあちょうどいいんだ、今。うん、それを受けて、この間の朝日新聞の転生人口に、そうですね、僕の話題も載ってたんですよ。あ、そうですか。すごい、まさにもうバッチリじゃないですか、テーマに沿って。うん、そうそう。あのそわそわしてるところ。そわそわしてちゃんとね、アキレス腱伸ばしていただいて、全国飛び回っていただいて。今ね、あのスタジオの今中継を結んでる会場のオーナーさんがですね、吉田さんがうちでもライブできますよって言ってるんですけども、あの東京の赤坂にもぜひお越しください。あのお車代をいただければちゃんとしてる、わかりました、はい、わかりました、そうしました、はい、そこはお車代、お車代ね、お気持ちをいただいて、お気持ちをいただける、はい、結構この会場もね、ここの個室はちゃんと密閉されてますけど、会場自体すごく広い場所なので、ね、ライブも十分お客さんも入りますので、素晴らしい、都内でもやっていただきたいですね、ぜひ来ていただきたいと思います、うん、オフィスとかじゃないですね。あと、まあCM つながりで言いますと、はい、この番組だけではなくて、他にもなんか出演されたことがあるようで。NHK の、はい。はい、なんでも NHK にね。そう、君に見せたい東北があるっていうタイトルで。君に見せたい東北がある。うん、あ、結構あの京浜東北線とか、はいはい、あの山手線の電車のモニターとかにも、うん、流されてるとかって情報をいただいたんですけど、はい、それでもなんか A 氏さん出演されているみたいで、見たね超バッて、はい、さすがにそっちの方はなんか見たよとかありましたか？あ、これはさすがに、こんな都内にの友達からすごく、お、うん、みんな見たみたいですね、お、え、やっぱ感想としてはお前寺辞めたのみたいな感じになりました、はい、いや、そ
その、まあ、坊さんの手で出てるんで。ああ、そっかそっか、一応そうですね。はい、でもね、お坊さんのシーンが全くなかったんですよ、2分間。確かに見てたらしい。それはもう、制作会社の力量なんで。そうだね、どこを切り取るかはね、向こう側ですね。はい、そうそう、はい。はい、でも、ま、今後もじゃあ頑張っていただきたいんですけど、最後になんか一言、はい、AC さんの方から PR なんかありましたらお願いいたします。あ、今日はこれからうちの寺で婚活パーティーやるんです。婚活パーティー、はい、これから。あ、放送の方では写真も出るんですかね。はい、はい、ます。あ、写真出ます。はい、はい、チラシの写真が出てます。はい、はい、お寺で婚活、なぜそのような、はい、これちょっと町のその婚活サポーターっていう方々からまあ依頼を受けまして、それでその、はい、まあ委託されたような形で、はい、お寺で やってくれということで、はい、はい、あの、2回目の企画なんですけど、はい、はい、まあ9月に1回目やって、はい、はい、そこでまあ男女30人来て、4組カップル成立してるんですよ。おお、うん、それで今回、まあ、ちょっと寒い時期なんでどうかなと思ったんですけど、一応まあ頑張って人集めて、うん、また今回やる運びになったという感じで、やっぱりお寺の目標としては、はい、その成立したカップルを墓に入れるまでが、そうですね、そうですよね、そうですね、人生100年時代、うん、まあ、三種町にその骨をうずめてもらうっていうのがやっぱりね、まあね、はい、なるほどね、目的なって、はい、長いスパンの作戦ですね。そうですね、ね、代々だから、はい、まあ制約したらね、その仏前結婚なんつってうちで結婚式にあげてもらってもいいかなと思いますし、いろんなところでね、お金をね、お金の匂いがしますけどね。そうですね、はい、なっちゃうか。なるほどね。はい、この後何時からでしたっけ？この後3時からです。3時から、飛び入りとかもできるんですか、そういうのって？ああ、男の人もいっぱいなっちゃいましたね。やろうはやっぱね。女性頑張れ、いけいけ、ね、女性若干空きあります。リプさんまだ間に合うかもしれないよ、うん、まあ、今から出れば今から空きたい。はい、はい、ということで今後も頑張ってくださいね。ありがとうございます、はい、今後とも東北ワクワク情報局よろしくお願いいたします。はい、東京もお待ちしてます。ユーザー D もよろしくね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、本日の見た目の時間は、見た目のですね、昭和寺副住職の渡辺英信さんの出演でした。どうもありがとうございました。ぜひともね、こちら赤坂の方でもね、はい、まあ、お車祭、はい、大祭あればね、そうそうそう、やっていただけるということでね、やりましょう、そういうのやりましょうね。芸人の 中まで、あの、うん、芸人の住職、現役、あ、そうなんですね、芸人とかいて、それでバンド組んでたりもあるんで、へ、それは普通にもうおりんとかで話しながらやってるので、ぜひともコラボとかね、していただければと思います。うん、あ、そして、ということで、続きましてのゲストさんがもういろいろ続々とね、はい、今日は会場が会場なんで、いろいろと詰まってるようなので、ご紹介していただきたい。はい、一旦 CM を流せるんですかね。挟みます、はい、一旦挟む、はい、どっち一回じゃあ見た目の CM を流していただきたいと思います。どうなるどっちどっち、はい、OK、 そっち行きましょうか。はい、じゃあ、はい、じゃあここで一旦 CM です、どうぞ。昭庵寺があります。昭庵寺にはテラフェス昭庵寺共同祭りがあります。そして三種町では大体どこでも太鼓が叩けます。はいはい、三種町は空気も美味しくて食べ物も美味しいところです。皆さん三種町に来てくださいね。はい、マイク返します。人参かよ。はい、馬肉のステーキなんですよ、三種町。馬肉いっぱい食べれるんです。いろんなメニューあるんですけど、そこで一番のおすすめは桜肉ステーキ、この馬肉のステーキなんですね。
私の夫が牧場をやってまして和牛と、本間さんのを飼育してくれてます。味は絶対自信あります。そうだな、この間最近で、大泉洋さんが絶賛してくれて宅急便で注文してくれました。食べに来てください。お待ちしてます。食べに来てね。こんばんは。はい、というわけで CM 挟みまして後半戦です。よろしくお願いします。はい、この番組は秋田県三種町人材教育の株式会社キャンの提供でお送りしております。はい、今 CM 見ていただきました三種町でございます。本日はですね、北千住のスタジオを飛び出しまして、こちら赤坂にあります東北酒場トレジオンポートより、はい、Facebook で配信しております。 Facebook ライブですね。はい、後ほど YouTube にアーカイブアップしますのでよろしくお願いします。はい、引き続き、コメントお待ちしております。ぜひこっちの方が早いかな、東北ワクワクの Twitter とか LINE のアカウントも、ね、ありますんでね、はい、ぜひ登録をお願いいたします。コメントお待ちしております。さあね、YouTube のアーカイブの方で見た方は、はい、さっき三谷町の CM でね、なんかタンバリンを叩いてる住職がいたと思うんですけど、はい、それが先ほど、電話出演していただきました、はい、渡辺栄信さんというですね、はい、それを、情報がないと、うん、何なんだこのこの坊主はとなりますからね、はい、やっと我々もそういった目で見れるようになりました。はい、理解できました。はい、ありがとうございます。さあ、というわけで後半もゲストの方が来ていただいております、はい、まずですね、宮古市からお越しの、宮古市から出身ってことではない、お越しではないですね。はい、後半戦のゲストがですね、うん、佐々木誠さんと木村拓哉さんです。よろしくお願いします。さあ、なんでも、はい、今度ですね、ポッソという、このシーウェイブキャンが運営しているカフェのイベントがあるということなので、はい、その告知等に来ていただいたという形ですね。はい、はい、じゃあ軽く自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、あ、ちょっとこれさっきは邪魔だな、使わないですもんねこれね。はい、はい、と岩手県宮古市出身の佐々木誠です。はい、と今は岩手県宮古市からこう PR 隊っていう風に宮古を PR する職を受けて、今大学4年生なんですけど、いろんなイベントとかに宮古の食とか日本酒とかを持って宣伝に行ってます。その一環で今日は来させてもらいました。よろしくお願いします。そしてなんとキムタク、木村拓哉さんです。あの野球選手と一緒の名前の、そっち そっちの間違いないけどね、存じてない、あのフジテレビアナウンサーの、あー、そっちの結構いるんですね、まあ、いっぱいいるけど、はいはい、木村拓哉、盛岡市、岩手県盛岡市出身の木村拓哉と言います。はい、名前の由来は、親が有名人の名前つけようぜということで、この名前マジのやつだ、すごいノリでファンなのって、あの言われる、お母さんファンなのって言うんですけど、はい、違うんです、とただただ有名人の名前をつけようと、違うんです、なるほど、ということで、あのこの名前で23年間生きてます。そっか、23年前ってもう活躍されてるもんね。はい、でもすごい、ね、漢字も一緒なんですよね。はい、ぴったり一緒で、すいません、元スマップの木村拓哉さんと全く同じ漢字で、はい、木村拓哉、じゃあ、はい、両親が北王子だったら金谷になってたわけですね。そうそうそう、そういうことですよね。稲垣だったら五郎だったわけですよね。純一かもしれませんね。あ、そっちの方がいいかもしれない。いっぱいいる。はい、はい、今はですね、大学の時に東京に来て、うん、今はあのまさに岩手宮城福島の農家さんとか漁師さんのサポートの仕事を学生の頃からしております。よろしくお願いします。はい、じゃあいろいろとね、そういったことに関して、ね、お話していただきましょう。はい、佐々木さんは、うん、その食とかをね、つなげる仕事をされているということで、まあ、大学在学中ということだったと思う。はい、まあ、今回このイベントと絡む感じとしては、そうです、何かその、うん、どういった絡みで、そうなん、なんどういった絡みかちょっと分かんないんですけど、あのこうやるみたいな感じで声かけてもらって、うん、今週の22日にそのポストをお借りして、はい、宮古の日本酒食べ物、はい、あとをこう出しながら、うん、
それと一緒に最近ゲストハウスとかもできたので、そういうことも紹介できればいいなみたいなイベントを今週22日にやらせていただきます。そのポッソというのは先ほどね直さんからキャンが運営するという施設の名前なんですけども、北千住、いつもスタジオにある北千住に今建設中というか準備中の場所がありまして、うん、そちらで行うということで、もう22日って時間迫ってますよね。そうなんです、来週か、ね、うん、準備でバタバタしてる。そうなん、何をこう発注かけようかなとかも今こう調べながら、あ、じゃあもうこれからということでしてます、うん、例えば食材なんかどういうものがありますとか。そうですね、宮古市は実は1位が4つあって、うん、はい、え、そうなんですよ、海のもので、うんうん、マダラが日本一、マダラを、あとわかめも日本一、わかめで、秋鮭が本州一、本州一、なので、ウニも本州一っていう感じ。実はアワビも2位だったりとかして、めちゃめちゃ海産物取れるんですよ。さすが岩手。そうなんですよ、本州一ってことはやっぱりウニも鮭も、あ、沖縄じゃないんだ、北海道、北海道か、沖縄だと思ってた、北海道が一なので沖縄のウニって有名だからさ聞いたことないなんですよカラフルそうだけどねそれはない、それはない、それはない、そういうのがあるので、はい、そういうところをこう知り合いの漁師さんとか、うん、あの水産加工会社さんと協力して、はい、今仕入れの準備をしているところです、ね、今日も、今日もそこに、このイベントね、鮭をですね2本持ってきたんですけど、おー、ビチビチビチ、こうやって、いや、銀座、ね、もうちょっとお亡くなりになってるんですけど2本あの銀座線でこうやって鮭抱えて丸々こうやって抱えて、ちょっと臭いというか、こうね、うん、酒の匂いするんで、女子大生が酒を抱えて、ね、隣の人が全然座ってくれなかったっていうもしかしたらその酒抱えてね、誰か男の人とぶつかって酒落としてね、うん、酒落としましたよ、そうみたいな感じで始まる恋もあるかもしれない、 ね、 ね、落としてけばよかった、うん、エイシンさんとこでも命名してもらって帰り骨でやる、骨で、骨でちょっと持って帰りますいいね、でね、この鮭が、うん、まあ、料理になって、これ何になるの、うん、その鮭自体は。あ、鮭はですね、もともと荒巻鮭っていう、うん、もう生の鮭じゃなくて、もう塩でこうガッツリやって、うんうん、干してる鮭を今日も持ってきてるので、うん、もうほぐして、お茶漬けにしたりとか、あ、最高、あと中に入れておにぎりにしたりとか、うん、あともともそのまま焼いて食べるものもありなんですけど、はい、その出し方もちょっと今考え中です、うん、はい、ね、で、木村さんをも、今度のポストのイベント、今度とではないのか、12月の22ではない、あ、そうですね、うん、来週とはまた別 で、 で、ね、さっき聞いたんですけれども、はい、どうにもポストさんでクラフトビールのイベントを来、年明け1月に予定されているっていうのを聞いてまして、実はさっき東北の食の仕事をしているとも言ったんですけれども、はいはい、実は実家、父がですね、はい、岩手の盛岡でクラフトビールの工場を15年ぐらいやってまして、ちょっとそのご縁もあって、なんか絡んでくれ、ついでさらに出演してくれっていうオファーで今回させていただいているので、やるらしいというところまでが僕も知っているところです。なるほど。じゃあ今後お祝い、まあ、はい、きっと告知とかがされると思うんで。でね、その、まあ、盛岡のクラフトビールというと、うん、はい、まあ、名称としては、はい、ベアレンビールという、そう、ベアレンビールってね、まあ、有名なやつなんですけど、向こうではね、うん、盛岡駅前だけでもバーが3つ4つぐらい、市内に飲食店が4店舗と、4店舗、あとは北山という4号線のあたりに本社工場があって、うん、あ、なるほど、まあ、主に盛岡岩手を中心に飲んでいただいているようなビールになりますね、うんうん、僕も盛岡行った時はもうしょっちゅう中、うん、盛岡駅の地下のバーがあって、はい、そこでちょっとしっぽり、うん、キャッシュオンなんで、うん、もうすぐ飲んで帰れるっていうのもあるし、うん、しかも18時までは100円引きなんですね。そうなんですね、ちょっとお安くなってまして、すごい、なので帰りの新幹線までの時間調整とかにもちょっと使えるようになっていて、ちょっと飲んでね、はい、行けるっていう、うん、でサイズもグラスのサイズも3つぐらいあって、はい、まあ、ちょこちょこ飲むのもいいし、一杯をジャブジャブ飲むのもできるし、ね、ビアレンの、ね、ご子息の方だったら ね、 もう本当に超有名人です ね、 ね、それこそ地元に行ったらもう誰もが知ってるようなビールですので、ビアレン、お土産コーナーにもあったりとかしてね、もう、今回はこのスポンサーになってもらうという形で出演、うんうん、まあ、おいおい、そう裏でしょ、いけるもんだ、いけるもんだ、いけるもんだ、やったやったやった、だからもう我々も飲めるし、そうね、飲みながらできるし、やった、いいな。で、俺もだって盛岡行ったらバーでは東北ワクワク情報局って言えばタダで飲める、フリーパスなんですよだいぶ行きましたね
いろいろそこまでいったらいいな、理想ですけども、まあね、おいおいそこ集めていきましょう、はいはい、さあそして、さっき佐々木さんが抱えてきた鮭が、うんはい、焼けたみたいですね、はい、焼けたということで、ちょっとどういう形で出されるのか試食してみましょう、皆さんでね、というかもうイベント始まってんだ、あもう 2時回ってるから、もう始まっちゃった、わーすごい始まってる、ちょっとさきましたよ、あ、ね、はい、どうぞ、あらまきジャケ、はい、鮭いただきました、いただきます、あ、いい香り、すみません、ちょっと僕らだけで、はい、いただきましょう、私も同時に黙っちゃいますけど、いただきます、あ、ね、香りがちゃんと塩漬けされてるからいい香りするんですよ、塩の、あどんだんず、うん、チョークさんよ、うん、間違いない、間違いない、梅がいい、梅がいい、ビールちょうだいって言おうと思ったけど、米食いたい、うん、わかる、飯食いたい、ほんと、うん、柔らかい、うん、結構ね、食感的にふっくらで、もちもち系です、うん、お、こう弾力があるので、で、いい塩梅だね、うん、いい塩梅、塩辛くもないし、うんうん、ちょうどいい、いいですね、米食いて、なんて、この味のガム食べたい、あ、ずっとね、いやずっとそれいい、いいですね、30分噛んでたい、これ、そしてやっぱり、うん、もう2時も回ってイベントが始まったということなんで、始まりましたね、うん、はい、ちょっと隣のね、はい、会場の方では、多分どん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 盛り上がってくると思いますんでね、美味しい、そっち来てえな、これ持ってそっち来てえな、あ、そうですね、もう飲みたいですよね、ちょっと回しといてもらって、ね、美味しい、状態で全部いただきたい、うん、まあまあちょっとお湯をいただきましてね、すごい美味しい、はい、で、あと、はい、あとなんだ、うん、何聞くんだ、もうなんか、うん、飯食ったらなんか終わっちゃいました、気持ち終わっちゃった、もうお眠の時間みたいになっちゃったんですけど、なんかね、こういう、なんでしょう、そう、今なんかね、サバ缶も持ってきましたけども、これご存知ですか、うん、サバ缶は、サバ缶は、これは聞いたことある、いろんな味があるのも、はい、なんとなく聞いてたんですけど、なんですか、他にも何かあるんですか、それがですね、今の僕 の、 仕事の方になるんですけれども、うん、実は、東京にベースがある東の食の会というところで、その生産者さんのサポートだけではなくて、一緒に商品なんかもプロデュースブランディングをお手伝いさせてもらっていて、一番 の代表作品はこのサバ缶ということで、岩手の岩手缶詰さんと、あとは銀河プラザなんかを運営している岩手県産さんとですね、3社で連携して、何年前かな、3年ほど前からこれを我々のデザインとかコンセプトを作って販売をしてるんですけれども、そろそろ500万缶を3年間で、うわすごい、しかもこれが1個400円ぐらいするので、そう、結構するんですよね、うん、はい、おかげさまで大好評いただいてるので、はい、ご紹介でございます、はい、いや、そこはですね、ちゃんと地元岩手の作ってる人に還元されるようになってますので、素晴らしい、別に我々がボロ儲けしてるわけでは決してございませんのでさっきから金の話ばっかしてるから、ね、金の会、金の会、なぜかね、うん、でもサバ缶も、うん、ニュースとかでもよくやってますけども、もう缶詰で有名なのは桃とかフルーツ系と、あとはもうツナじゃないですか、うんうんうん、でもそれを差し置いて、もう今年はサバが流行ってると、ツナが超えたんでしょ、確か超えた、売上げ出荷額がね、うん、そうで、サバ缶が今すごく流行ってる、もうみんな食べたいっていうところでドンピシャですよ ね、 すね、タイミング的にもね、なんだっけ、今年の食のね、うん、やつ取ったんだよね、なんだっけ、今年の一皿みたいな、一皿サバ料理だったりとかですよね、うんうんうん、本当我々のだけ、今年の一皿鮭でしょ、イエーイ、イエーイ、逆転勝利でね、どっちも美味しいよ、そうそうそう、で、いろんな味もあって、はい、美味しい、これはオリーブオイル漬け、はい、こちらが基本のオリーブオイル漬けで、うん、緑のものがレモンバジル味、うんうん、でそれも美味しかった、はい、レモンバジル、これ珍しい、こっちが、パプリカチリソースということで、ちょっと赤さと辛さがある、うん、もうこれこのままで食べていただいてもおつまみになるようなものになってます、うん、なんならちょうど2日前に、うん、サバ缶を今一人暮らししてるからさ、うんうん、神さんが向こう行っちゃってるので、ね、もうそれでチビチビやりながら一人で寂しい、でも美味しい、ありがとうございます、美味しさがね、僕の気持ちをね、うん、やっぱり癒してくれる、染みるみたいな、これがまずかったらダメだったんだけどね、美味しかったから、いや、ありがとうございます、よかった、よかった、まあ、そしてまた何か、うん、食材が来たということで、うん、このイベントで出す、うん、まあ、三種町といえばっていうね、はい、その純菜、ありがとうございます、そう、秋田県三種町の純菜、はい、純菜鍋が、来たということなんで、純菜鍋、もう純菜よりも豚バラメインみたいになってるよ豚バラが入ってるんだ、すごい、すげえ、こういう形でね、これも振る舞われるんですね、ね、これも1杯500円だっけ、うん、はい、ちょっとじゃあせっかくなんでね、いただいてみましょうかね、豚バラ、ね、僕食べてばっかりでね、いや食べてください、ね、見てます、いただきます、
鷹の爪も入ってる。いただきます。おジュンサイと豚バラの鍋、お酢ポン酢ポン酢ですね、かな、うん、はい、味付け的には、うん、いや豚バラとジュンサイだからポン酢合うよ、うん、ただ美味しい、あさっぱり美味しい、うん、うんうんうん、いいね、プルプル、いや米と日本酒欲しい、でもジュンサイって単純にジュンサイだけでこうツルツルっていただくことが多いじゃないですか、うん、そうですね、こう料理にするってなかなかないし、ね、ね、料理の仕方もわからなかったので、うん、こういう提供の仕方すごいいいかもしれない、そうだね、純菜純菜言ってるけど、うん、やっぱ純菜に馴染みがない人どう食べていいか分からないですね、そう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 、もう知らない方もいるぐらいですかね、純菜って何みたいな、うん、美味しい美味しい、うん、ぜひぜひ皆さんもね、こういった美味しい食材たくさん用意してますんでね、今からでも22時までやってますから、はい、長いんですよ、はい、その頃には多分ここにいるスタッフ全員ヘベレゲになってますよ、ベロベロそれまでいるのか分かんないけどね大宴会ですからぜひともね参加していただければと思いますからね、うん、はい、はい、うん、この後もちょっと参加して飲んだりとか、そうですね、お酒も今日は持ってきて、お酒はないんですよ、持ってきてないの、都もねあるんですけど日本酒、そうだね、そうですよね、普段は取り扱って、うん、そっちのお酒とかも取り扱いっていうのは、えーとですね、うん、たまにトリジョン本店さんではレギュラーで瓶で置いていただいてたりとか、ポートさんだとたまに入るのかなっていうぐらいで、うんうん、お取り扱いはいただいているようです、うんうんうん、あとこれもここも、はい、そこで販売しているという、販売してるんだ、はい、なんでそこでさっきの棚で貸してって言って持ってきました、なるほどいいですね、もうガンガン PR していきたいですよね、せっかくね、うん、ここもこういう風につながったんだからね、はい、なんか日本酒をこう、うんうん、そうですよ ね、うん、そこで広げたりしてもいいかもしれないしね、うん、世代もちょうど同世代ということ、さっき何だっけ、うん、その木村さんのね、うん、情報で、うん、会社の名前、名前っていうかな、はい、団体、あ、そうですね、うん、東の食の会っていう、うん、そのままズバリな、うんうん、食って食べるの、はい、食の会っていう会社っていうか団体の名前なんですよ、それもなんだけど、もう一個、もう一個は何、ね、有名なグループ名をもじった東の食の会の中でやってるやつなんですよ、なんだっけ、こっちね、あったの、来た、読めない情報来てたんですよ、うん、そうですよね、どれ、僕の職業名の話、肩書きの S から始まるやつですよね、肩書きですか、肩書きですか、肩書きなんだ、これ肩書きなんだ、肩書きなんですよ、はい、それで言うと役職がありまして、結構長いよ、はい、ストラテジックマーケティング&アドミニストレーティブプロデューサーっていう、読めない、わかんない、ストラテジックマーケティング&アドミニストレーティブプロデューサーを、あーなるほどね、はい、S、M、A、P で、スマップという役職をですね、やってんなやっちまってんな、おい、この野郎、やっちまったな、俺、大丈夫です、就任したのがですね、彼らが解散してからの3ヶ月後に就任しましたので、被りなしで、被りなしで、いやなんなら余計ダメな時期ですよいやいや、現役は僕だけっていう風に、どうせいないんだからもらっちゃえっていう6人は元、現役は私だけというような、うまいやり方、うまいのか分かんないけど絶妙なタイミングで就任いたしました、あと何年後かにはね、新しい地図になってるわけでしょ、うん、合流してるかもしれないもしかしたらねいやもうフルに活用してますね、うん、はい、僕が考えたというよりは、まあ、元学生の頃はインターンだったんですけど、はい、社員になるにあたって、まあ、どういうか役職つけようって、うん、結構偉い大人たちが半年ぐらい言ってたんですけど、うん、でいよいよ大学を卒業する3月、はい、決まったって言われてホワイトボードに書かれたのがこれでしたがっくりやっぱ周りがどっちかっていうと、うん、そう、はい、盛り上がっちゃうかもしれないね、ね、うん、でもありがたいことにだんだん使ってたら、メールって必ず課長何々様とか、はい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 、お手紙であったり、もう役職がだって所属がつくじゃないですか、はい、スマップ木村拓哉様っていうメールにつくようになりました、はい、すごい、そして君はどんどん勘違いをしていくわけだね使い倒していこうとみたいな、ね、俺はスマップの木村拓哉なんだ、いや間違いではないです、間違いではない、何もついてない、うん、いいな、面白いな、名前がもうネタになるっていう ね、すごい、いいな、いいな、でほっくり返したらね、うん、ベアレンビールのご子息なわけでそうそうそう、有名だね、持ってるね、いろいろネタ引き出しいっぱい、なんか ないですか、ないな、ちょっと欲しい、そういうの、ね、佐々木さんもじゃあ今こっちに住んでるということで、もう上京したのは大学で出てきて、そうです、大学の時に、うん、今後卒業後は東京か神戸で仕事して、28歳になったら岩手に帰ると決めてるので、あ、そういう、ね、5年ぐらい東京とか、まあ、こっちで修行していろいろ学んで宮古に帰るって決めてるので、じゃあ宮古ではやっぱりプロジェクト的なのは手掛けていく、ね、
その頃には名字が木村になってたりとか木村誠とか木村誠あるよ。あるよ。いやでも佐々木ちょっとね卒業したいんですよね。なるほど。やっぱあの宮古とか縁がすごく佐々木多いので、めちゃめちゃ多いですよね。一クラス10人ぐらいずっといたので、うん、あるあるです。下の名前でね呼ばれることないんですよ。はい、下の名前で呼ばれることしかない。あそうかそうか、うん。だから群馬の大学に行ってたんですけど、行ってるんですけど。うん佐々木さんって呼ばれるのはめちゃめちゃ慣れなくて、全然振り向けない。どの佐々木みたいな、ね。いや本当にずっとそんな感じだったんですけど、いやみんなだっても振り向いちゃう。本当に本当に。宮城でいうとこ鈴木みたいなもんかな。あそうかもしれない。あの地域にね固まっているっていう。ちょっと探します変わった名字。変わった名字の人とちょっと沖縄行こうか。でね、あのちょっとこれも入ってるかなちょっとね、うん、外の会場の方がだいぶにぎわってきてね、うん、そうそうそうイベントも始まったのでね、うん、開始15分で、うん、もう今倒れてる人が続出ということでそれはないさすがにもうジャブジャブ飲んでるんですよねジャブジャブ飲んで大宴会、ね、今日のなんかメニューとかそういうリストあるのかな、うん、そういうのあったらちょっとね紹介もしたいし例えばみたいなね、うん、あったら嬉しい、うん、日本酒もさっき見てたんですけど、うん、もう 2,30 種類ぐらいあって、うんうん、もうやばかったですよ。おうおう見たことあるのがいっぱいというか、でもちろんレアなものもかなりそうですね。あったみたいです。今日なんで今日は酒出してくれないんだろうね。いつもだったら平気で出すのにね。そうか確かに今日はね逆にもうコーヒーで目覚ます。大人大人、ね、目覚ましなさいぐらいのね、はいありましたけど。でそのバッカンも買えるし、このコーヒーも買えるし、うんうん、さっきのドーナツも、そちらのドーナツも買えるということなんでね、うんうん、お土産も持って帰れるということです。そうそう、お二人ももう22、23ということで、はい、あのお酒ももちろん飲める。もちろん、うん、合法です。合法で、合法で飲めるし、あのね、日本酒取り扱ってるってことなんですが、佐々木さんも日本酒飲めるんですか？ガンガン、今日本渋谷の日本酒バーで、あのおかみもやらせてもらってるのが。日本酒バーでおかみ。そうなんですよ。なので、うちのお店にあるようなのもいっぱいこう見て、うんすごいっていうのでシーンしてるのと一緒におしゃべりしてたんですけど、あんま都びいきとかしてないですか？でもちょっと常設しちゃってるんですけ ど、ね、うちのお酒それも大事よ。そしてうう本日限りのスペシャルメニューと題しまして、はい、来ましたよメニュー。結構あるな。山形のキクラゲと豚肉の炒め物。山形のキクラゲ、ね、で岩手は来ました原木椎茸のステーキ。あ、椎茸のステーキ。メド福島のいわき市あったかほっこり豚汁。あ、ファーム白石の白石さんっているんですね、はい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 、冬野菜をたっぷり扱ってるそうです、うん、あと会津天保のお味噌を使った豚汁、うん、いいね。福島のサーターアンダギー。え、福島のサーターアンダギー、うん、っていうね、あのミニシミ店。あ、シミ店か。あ、福岡版のサーターアンダギーみたいなことかな、うん、福島ね、福島、うん、シミ店ってあの、ま、確かにドーナツ生地みたいなのね、揚げたやつがあるんですけど、うん、なんか餅が入ってたりとかね。なるほどね、おやつ的なね、うん、うんうん。あとまた岩手になりまして、蜜が最高リンゴの高校、品種があるのかな高校って聞いたことないな、珍しいリンゴ高校。あとはね、秋田の本庄市ハムフライ、本庄ハムフライ。秋田のやつがもうおつまみ系いいですね。いつも言ってるやつだね。うーんハムフライ、ハムフライ言うやつだ、ハムフライだ。あとね、夢、あ、青森県八戸市のしめ鯖、プリプリしめ鯖、脂乗ってます。ちょっと待って、さっきから宮城がねえぞ。宮城はどこだす？宮城裏は裏かな？あれ宮城どこだす？サバ缶、宮城ねえじゃん。ちょっと待って、宮城ないじゃん。探そう探そう。あ、これ日本酒、日本酒。宮城が、あ、本当だ本当だ。あ、日本酒、日本酒は、日本酒あるよ。来ました来ました。いや、でも日本酒しかないよ。岩手、青森、山形、福島、秋田。ないちょっとあ、ないわけ、多分乗ってないだけかな、多分レギュラーとか肉そぐ俺。 あと先ほど先ほどあの銀王ってご紹介があったのは女川じゃないですか。あーそうだそうだ、うん、あ、よかった。あとあのずんだもね、さっき言ったんだ。ありがとう、そう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 、ずんだもね、大丈夫だよ。オッケー、宮城いつも都会ブルからさ、こういう時はぶられんだ。ごめんね、いつも。とざまとざま。よかった。いいですね。はい、まあそういったものはありますし、日本酒も、はい、A から T、A から T までありますいや、わかんないわかんない。A から T まで。例えば、R、T、29。お、嘘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 、アルファベット29もない。19です。19。え、本当に天然なのかしら。やばいな。今、この2、3分間ずっとやばいぞ。ね、まあでも
10種類、20種類ぐらい近くの ね、 ね、これ2枚つづりになってますね、はい、こうやってね、日本酒もいっぱいありますから、はい、あ、まあ、全部同じ値段120ミリで880円という形ですね。ぜひともね、これから食べたいよ、飲みたいよって方は赤坂の方まで来てみてください。もしかしたら僕たちもね、ちょっといるかもしれませんので ね、 夜10時までやってますので、はい、間に合います。さあ、というわけでこの番組を残すところあと1分となりましたので、はい、年内の配信はもう今日で終わりです、はい、ということでですね、この後忘年会が待っておりますので我々も楽しみましょう、はい、さあ来年は1月20日、はい、第3日曜ですね、変わらず1時から14時の配信でお送りいたします、はい、変わらずだったら20分遅れるかもしれません今日特別ね、もしかして、うん、まあまあちょっといろいろありましたけど、はい、はい、というわけでですね、東北6県の来年も東北6県の人を紹介していきますので、はい、ぜひともよろしくお願いします、はい、目標は局員特派員を合わせて1000人集めることですから、今日だけで700ぐらいは集まりそうなんでね、ほぼ OK、 ほぼ OK、 はい、来年1000にしましょう、行きましょう。では今後ともぜひともよろしくお願いいたします。さあ、というわけで東北ワクワク情報局でした。今年もどうもよろしく、あれ、よろしくお世話になりました、ありがとうございましたまた来年もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、バイバーイ、でねー。